ケカビアモンは、系統関係の不明な菌類のアモンである。三目六十一族三百二十五種からなる。所属する三目は、ケカビ目、厚木ケカビ目、腐れケカビ目である。共通する特徴としては、以下のようなものが挙げられる。四上菌であり、若い間は核壁を形成しない、多角体であり、成熟時には証拠を持つ核壁を形成することもある。無性生殖は、 胞子能、あるいは、小胞子能によるが、分節胞子や、出芽胞子を形成するもの、厚膜胞子を形成するものもある。有性生殖は、接合胞子を形成することによる。接合胞子能はほぼ休憩。不正菌が多いが、近寄正菌もある。その場合、接触部にゴールを形成するものはあるが、球憩は形成しない。また、 純粋培養可能な条件的寄生菌である。菌根を形成して陸上植物と共生するものもある。常実の三目は、元来は接合菌門接合菌根毛カビメに含まれていたものであった。他に鳥持カビメ、キックセラメ、ハエカビメなども接合菌根に含めてあった。それらはいずれも配偶子の接合による接合胞子形成を優勢生殖として、 持っているためにまとめられたものだった。しかしながら、分岐分類学や分子系統の解析でこれらの単系統性が認められなくなり、接合金門も接合金鉱も解体された。現時点ではこれらは門を定めないままに、アモン以下を決める形をとっている。ただしこのアモンでは、腐れ毛カビメをアモンとして独立させる説も提唱されている。ありがとうございます。